サイコボーイ。ということで、サイコパスではない、風花屋です。ということで、久々のアプリ実況だね。このボーイ系の新作、サイコボーイってことで、ま、おそらくこれは、サイコパスの人の行動を読めってことだろうな。いやなんか、俺このアプリ見た瞬間に、今までで一番面白そうって思ったんだよね。じゃあ、それじゃあ始めていくか。いや、これさ、どこまでサイコパスを攻めれるのかがさ、ちょっと、まだ基準が分かってないんだよね。あ、そして、舞台はいつも通り、学校だね。学校生活が舞台になってんの多いんだよね。これ先生でしょ？俺はどこにいるんだ？転校生か。あ、ざわざわしてる、ざわざわしてる。サイコ来るか？どんな顔してんだ？顔を見て、もうサイコパスってわかるタイプかもしれないしな。で、まあどういうゲームかっていうと、まあいつも通り、こうやって、こうタッチして、サイコだ！なんかいろいろアイテムを取ってったりして、それを使ってクリアするみたいな感じなんだけど、ちょっと今先生も引いちゃったぞ。あ、先生を、あ、チョークを、これさ、サイコパスって何やんだ？チョークを折って、なんか自分の名前に並べるみたいな。それはさすがにサイコパスすぎるわ。普通に書くんじゃない？いや、違うだろう！俺の知ってるサイコパスとは違うぞ。先生、早っ。え？サイコ、ボーイ。あ、名前書くんじゃないんだ。いやいやいや、パチパチじゃなくて。やばい！この空間、イカれてやがるぜ！ああ、なんだ、今日は、怖っ。あ、でもなんか、めっちゃ面白そうだわ。これからじゃあ、どれぐらいのサイコをしてくるのか、見てみたいんだけど、この、やべえやつ来た、題名がまず面白いな。じゃあ、ステージ2、サイコ横断。いや、みんなね、ちょっと、真似しないでな。みんながサイコパスになる必要ないからな。サイコパスはここでどんな横断の仕方をするか、なんかあるね。ちょっと待って。これ、時間制限が限られてるかもしれない。だから、え？これ、なんかマジックハンドだよね。なんかいろんなものを掴めるってやつなんだけど、ちょっと待て！マジックハンドを、あ、これで、一回止めるんだ。で、え？ちょっと待って。え、これさ、クリアなんだ。え、ちょっと俺さ、一回止めない世界線見ていいか。え、これ、コーンを置くってことか。はい。あ、コーンを置いても、いや、これもう、サイコとかいうレベルじゃないって。ま、なるほど。そういう感じなんだな。なんか、どちらかというと、常識に欠けてるっていうタイプだね。サイコスケッチ。すごい、なんか全部サイコってつくと面白いな。はい。まあ、スケッチってことは、なんか、ペンとかを使わなきゃいけないんだけど、いや、サイコパスはこんなもん使わない。指で描け。え、隣の人を描こうつって書いてあるけど、いや、これはね、マジで、いや、奪え！すいませんでした。なんかさ、これさ、今回変なことすると、なんか俺の精神を疑われるんだけど。ちょっと待って。いや、違うだろ。あ！怖い絵を描こうになった。これなら、お手の物って感じか？この怖い絵を描こうで、描かせればいいんじゃない？はい。最初だからそんなに難しくないはずだけ。怖っ。え、褒めてくれんだ。これ怒っていい案件だよ。指さしてるし。いや、失礼なやつなんだな。最高だって。最高じゃないよ。最高なんだよな。あ、CM 入ったわ。よし、じゃあ次、ステージ4。給食のカレー。うわ、給食はまずいって、それは。サイコパスと給食は、相性悪すぎないか？え？やばい、これ食い終わる前に何かしなきゃいけない。はい、窓を開けて、何？いや、こっちか？え？どっかの窓を開けるべきなんだけど、うわー、サイコパスが食い終わったカレーを。これは、えぐいな。ごめん。俺のせいで、左のやつを守れなかった。だから、これ食い終わるまでに何かしなきゃいけないんだけど、ちょっと待って。あ、椅子で、ハサミで、あ、これで、口拭くための、あ、カーテンだ！やめろ！やばい！やばい。あ、これ最高っぽいわ。あ、だから、ハサミで、これカーテンを切るんだな。はい。で、この布で、あ、だから、ちょっと竹が違かったんだ。やばい、急いで渡さないと、こいつ、服で吹き上がる。よだれかけみたいになってるわ。あ、よかったな。うん。あ、笑ってくれてる。あ、これ多分、今後の最重要人物になるはず。親友。ステージ5、お風呂はめんどくさい。ちょっと待って。それは、俺今まで隠してたけど、もう隠しきれないぞ。
どういう感じ？やばー！そういうこと？服脱ぐのがめんどくさいってこと？え？これやばいってやってること。はい、タオル取って、あと、シャンプーでしょ？いや、もう、こん中で済ませるか。めんどくさいなら。はい。おーおー、かけ方いく。かけ方いくいく。え、これ、どうだ？はい、あわあわになって、あ、ダメなんだ。あ、いや、違う。これ、外になんかお母さんみたいな人いるな。はい。え？あーあー、怒られてる。あ、またやったみたいな。あ、ダメなんだ、これも普通に。じゃあ他のアイテムを、これ別の使い方するんだな。これは、なんかタオルどっかに使えないか。いや、そういうわけではない。いや、主人公なんか取れる？いや、違うな。はい、タオル渡したら拭き始めたぞ。え？これで風呂入った気になってる説ない。いや、こっから、シャンプー渡す的な？どう？あー！ちょうどいい、あ服が見えてないんだ、これで。え？まだわからない、俺はこいつの気持ちが。さあ、ステージ6。これ、ステージ30まであるらしいね。はい。じゃあ、これは、ステージ6、非常ベルの誘惑。うわ、それはダメだ。それは、ダメだ。いや、なんかわからなくもないけど、それはダメだな。ちょっと待って。やばい。これ、早く、あ、待って。冷房だ。これ、早くしないとなんか押しちゃうとかないから。設定温度を、これどっちにすりゃいいんだ？上か？やばい。なんでこんな10度ぐらい刻みで上がってくの？あっつ。え？これで。あー、なんか出てきた！あ、どうした？え、これで、あ、これで、外に出せば、あ、違う、不審者見かけたらって書いてある。あ、だからこれで、非常ベル鳴らしても、問題ない状況を作り出したと。どう？これで。ほら！あー、なるほど！あ、なんか賞もらっちゃった。いや、お礼のおかげな？これ。ステージ7、ワニがパニック。いや、これさ、なんか、最初どういう風に待ってるかっていうのをそう、想像するのも、いや、そりゃ想像つかんわ。いや、これパニックなのワニじゃないだろ。これ待って、何すればいい？魚逃げた。これ、あ、なんか帰ってきた。これなんか、ここ開ける？開けた！はい。水を減らす。あ、魚が！これさ、魚をあげたら、多分、ワニが口を閉じると思うんだけど、あれ？いや、これさ、口閉じたら食われるんだよ。うわー、その世界線見たいけど、いや、ちょっとやめとこう。これだ。こっちだな、多分、おそらく。えい。あ、で、くしゃみ、あー、まずい！おー！これ、間に合った？あ、ダメなんだ。あ、違うわ。俺なんか見落としてる場所あるわ。これ魚と草以外にも、この、排水口あったよね。やっぱこれか。ペンチ？ペンチ？いや、このサイコボーイに持たせたらなんかしてくれるはず。いけ、サイコボーイ。あ、虫歯なんだ。はい。いけ！はい。あー、虫歯を取るために板みたいになってるんだ。なんかやっぱ理由を作り出すことが大切なんだな。ステージ8。いや、これの始まり方は、なんか自分に似たやつが隣にいる。あ、ほら。ほんとじゃん。え、空想の友達。これやばいって。なにこれ。花と、なんだこれ。ハンカチ。違うな、これ。なんかキャンディーの食べかけを包んでる袋。で、待って。なんか、あ、これ、え、なにこれ。あ、なんか出てきた。スコップだ。え？これのスコップで、なんか掘り返す。黄色い花。やばい、俺黄色い花掘り返しちゃったけど。これ、え？これどうしよう。これなんか誰かにあげる？はい。どうだ？あ、蝶が飛んできて、これでなんか、あー、話してたんだけど、この蝶に語りかけてる系になってんの。あぶな。え、これ別の色でもよかったのかね。ステージ9、ゴミを捨てよう。いや、逆なんだよな。これは、自分でゴミを捨ててそれを拾ってるんだ。あ、そういうわけではない。ごめん、ちょっと疑いすぎたわ。はい。え、何？え、めっちゃ拾ったやん。あ、おい！その、社会のゴミを排除するみたいなこと、考えるな！あーやってるわ、これは。じゃあ、あ、これ、いけるな。あー、なるほど。これで、あ、これ、あ、これなんか今までで一番最高っぽいな。あー、待って！トングが取れた！あ、
このトングを、え、いや、これ絶対なんかするな。トングを、これゴミ収集車か、いや、不良か、不良行け。あー、え、あ、不良参加させたぞ。いや、この状況、これからさらに、あ、これで空き缶を捨てなくなったってことか。で、なんか取れる、いや、取れなくなったから先生のトングを取ってゴミを捨てればいいのか。ん、はい、これで、はい、あー、これでよかったんだ。めっちゃいいやつじゃん。あ、不良もなんかちょっと嬉しそうにしてる。たまにこうやっていいことするんだよな、こういうやつは多分。ステージ10、サイコドクター。いや、一番医者がサイコパスになっちゃダメだって。え？これじゃあ何をするんだ？あ、怪我してるね。あれ？なんか医者になってる。さっきまで学生だったのに。え、だったら、あ、なんか誰かいる。え？なんかわさび置いてない。あ、わさび塗るとかやりそう、絶対。あ、やめとこう。想像しただけで怖いわ。あ、コンセントを繋げて、ご当地グルメ。あ、なんか、背中に、湿布取って、これを貼るってこと？人の湿布を？それでいいのか。いや、でも、これが、最善策かもしれない。あ、包帯巻いて、あ、じゃ、あ、これ、なんで一緒になれた？じゃあ、この人に貼ってある湿布を貼ればいいってこと？はい。いいんだ。絶対違うよな。さあ、ステージ11。元気出してよ。あ、これなんかテストで悪い点を取ってるね。なんか自分のを見せびらかしたりしないのかな。いや、こいつね、なんだかんだね、頭いいと思うんだよな、このサイコボーイ。親友が、いや、これなんか書き換えるとかだと、まだ微サイコだな。微サイコなんで、微サイコってなんだ。これちょっと自分のを見て、あれ、0点やん。やばっ！めっちゃ頭悪いタイプじゃん。あ、待って。はい、理が言ってんだ。あ、これで、合わせたら100点になる！ってことで、合ってる。あ、なんだ？あ、ゾンビの、あれだ。映画のなんかパンフがあるけど、これな気がするな。はい。これ見に行こうぜ。あー、そうだ！もうテストなんて話に出すだけ無駄だったんだ。いいじゃん、これは。お、繋がってる！ステージ12、サイコシネマ。いや、映画館で静かにしないやつ？お前もしかして。え？あ、なんか、左後ろにチャラ男いるな。こいつなんかやってきそうだな。いや、これ右側なんかあるか？あ！なんか、え？名札？いや、取れないか。なんか飲み物ポップコーンとか、あっと！なんか取れた。これ、いや、これ何に使うんだ？なんか使えるのある？あ、でもスタートって書いてあるから、これなんか、やってから押すべきなんだと思うけど、あ、待って、これ、椅子下ろせる。なんか、あった！あ、これを重り立てかけて、あ、これ取れるんだ。で、あ、飲み物を0円で買えるチケット。で、これで、はい。飲み物をなんか0円でもらって、これでなんかあれかな、映画中にさ、喉が渇いたから、後ろのやつの飲み物を飲むんだ、絶対このサイコパスは。読めたぞ。やば、お前。ちょっとじゃあ、これで、スタート。これ喉乾いたら、隣のやつを飲めるんだよな。ほら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 。え、どうだ？やばい。え、トイレ行っちゃうのか？あ、めっちゃ並んでる。まあ、でもサイコパス行動するよりかは良かったのか。あ、やばい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 。え、こっからやばいことしそうじゃない？大丈夫か？あ、ダメなんだこれ！今回のサイコボーイ、難しいわちょっと。いや、ただ、飲み物以外にも何かがあるってことだから、いや、飲み物を別の場所に置いてく、あ、おー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 、不良に飲ませた。あ、不良がトイレ行った。あ、待て待て待て、半券、ポップコーンの半券入ってたぞ。え、あ、このポップコーンだったら、トイレに行きたくならないってことか。はい。あ、そういうことだったんだ。はい。どうだ？うわ、親友がポップコーンなのも、ヒントだったのかもしれないな。はい。大丈夫か、これで。不良帰ってこねえし。かわいそう。あ、何？あー、びっくりした。
あれか、ちょっとホラー映画みたいな感じなんだね。ステージ13。ちょっと待って、それよりもこの右下のさ、サイコカットの方が気になるんだけど。まあ、先にね、このサイコックやってみるか。サイコックって何？新しい言葉作り出しちゃってるけど。さあ、サイコのコックなんだろうな。いや、待て。何を作るんだ？イカでしょ？イカ？これ、あ、なんかある。ハケ？え？やばい。わからない。いや、これはちょっと、まだ、足りなすぎないか。もっとアイテムが、ない。ダメだ。いやーなんか、イカどっかに置けない？あ、入れられる！はい。はい。で、ま、イカを使えそうなのは、パスタか？え、このハケは何？やばい。ハケ持たせる。はい。なんで持った？やばいな。いやでも、ハケ持って、なんか行動変わったりしない？パスタ。はい。どうだ？なんで黒くなった？いきなり。絶対失敗じゃん。あ、イカスミパスタじゃん。え、なんで？あ、ダメだったんだ。いや、今のなんでもやばかったわ、俺も。うん、反省します。待て、でも、イカを入れて、ん？あ、なんか、イカスミ出てきたわ、なんか。で、あ、これハケ？ちょん。で？で？はい。うわ！やばい！こいつ、北斎使ってる！おい、スプラトゥーンかよ。これを別の使い道があるはずなんだよね。ん？何？あ、イカスミパスタにすればいいのか。だったら俺さっき作ったじゃん。失敗は成功のもとなんだよな。これで、いや、黒いんだよね、めちゃめちゃ。まあ、イカ入れたからなんだと思うけど。はいー！これでイカスミパスタの完成と。じゃあ、さっきの良かったじゃん！ステージ14。初めてのお使い。いや、お使いやばす。ちょっと待って。これは、ん？じゃがいもだろ？あ、後ろだ。はい、じゃがいもでしょ？コーンどこ？あ、待って、わかったぞ。なんか、上。ほら、ここ、ちょっとビリってなってる。だからこれ破って、え？なんか聞こえるはず。コーン割引みたいな。おばちゃんが呼ばれた。え？おばちゃん、何があるんだ？待って。あ、コーンこれか。で、肉が後ろのこの特売を買えるようになったってことか。おばちゃんがいなくなったことで。はい。あ、これでいいんだ。わ、珍しい。なんかお父さん出てきてる。わ、めっちゃ似てる。後ろ姿そっくりだ。来たー！ステージ15、サイコカット。やばいよ。これ髪の毛を、なんか変な風に切っちゃうのやばい。あ、切られる側なんだ。え、待って。いや、絶対違うわ。あ、やばい。だよなー。いや、このカツラは違うわ。で、なんだ？ヘアカタログ。いや、これでもない。俺の目は欺けない。なんか入ってるだろう。油性ペン。これが一番でも最高アイテムだな。え？あ、さらになんか落ちた！アローベータ。これで、わかった。これ、瞬間接着剤なんだ。だから、アローベータくっつけて、で、カツラを引けば、剥がれない。だったらカットしていいんじゃないか俺。やべえ。なんか、生け花みたいになっちゃった。これはダメだ。いや、これは全部使うのかもしれない。だから、瞬間接着剤塗って、これなんか雑誌読んで、で、これで、姿を想像したらもう切れるんじゃないか？どうだ？おら！めっちゃいいじゃん！うま！才能は大ありだろ！え？あ、美容師の人がびっくりしてる。よかったね。また一人幸せにすることができたわ。ステージ16。卵くださいな。これ、おい、やばいわ。でも名前が最高なんよ。唐揚げって名前つけるやついないわ。もう食う前提なんだろうな。ってことは、あ、うさぎいるね。おっと、なんだこれ。え？あ、うさぎだ。いや、これもう一匹なんかうさぎ見つけるシステムなんじゃない？で、え、あとなんだこの檻。檻気になるけど、はい。ん？あ、やばい。やばいことしてる。あー、唐揚げになった音がする。あ、唐揚げになってる。でもこれでも幸せそうだけどな。ダメか。
いや、珍しいタイプなんだよな。ハッピーエンドかと思いきや全然ハッピーエンドじゃないみたいな。餌取って、で、まあ、人参と、で、ま、あ、待って。なんか後ろにさ、足跡あるじゃん。これ、ここに置けばさ、ウサギ帰ってくんじゃね？ほら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 。で、ウサギ戻ってきた。で、こうすると、あ、あ、なんだ。はいはいはい。あ、はい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 。あ、なくなって、あ、ここに餌を入れればいいんだ。はー。で、今のうちに卵を取ると。完璧。オッケー。名前だけだったな、サイコパスなのは。卵かけご飯だ。お前は、本当は唐揚げが食いたかったんじゃないのか。サイコバーサスサイコ。どういうことだ。俺はサイコパスじゃないぞ、ちなみに。え？あー。待って、なんか、あ、電気ついた。で、テレビチャンネル。あ、変えてもダメだ。で、このドアの奥に何かいるね。かんざし。そして避難、あ、やべ、倒しちゃった。あ、これやばい。ああ。おーなんだ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 わあはは罰当たったえ、人形になっちゃった。これでよ、え、これ世界平和になってないの？いや、失敗か。まあ、確かに、ひな人形にはあんまり容易に触るべきではない。これ上、なんかある。はしご？登れるか。おっと、あ、アンテナが曲がってるからテレビがつかなかったってこと？はい。あ、土管がある。ねえ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 、やばいやばいやばい。おーおー、すごい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 、間違えちゃった。これでチャンネル変える。あー、いいじゃん。あ、言いにくくなってる。え？どうなる？あ、結婚式。お？あー、ハッピーエンドだ。よかったねーって。あー、危ねー。夏に引き抜かなくてよかった。ステージ18。盾が欲しいな。おい、盗むとかないよな。それとも、この値札を、なんか、いじって0円にするとか。あ、やばい、俺0円だ今。おーおー、なんか曲がりなりにも勇者の格好してるけど。すごい、おい、やばいやばいやばい。俺今、ドラクエの働いちゃった。こん中にお金あると思っちゃったもん。あ、違うんだ。だったら、あ、外出れたわ。で、バイト、お、なんか、賞金首おる。あー、こいつ倒せば、え、いくらこれ？てか、めっちゃ BGM いいな。これで一回戻って、この手配書を見せるんだ。で、おー、来た！あ？待って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 待て。これは、普通じゃ絶対に勝てない。だから、何かあるんだろう。あ、外出ちゃったけど。これで、なんか売ってないか？なんか伝説の剣の持ち主いない？はい。いきなり来たりしない？こん中とかは。あー、ダメだ。ただ安らかな音楽が流れてるだけだ。早く行かないと、あの店員さん、あ、なんか来た。おー、親友！お、待って、これ、はい、これで、俺は勇者じゃなくて魔法使いだったんだな。さ、じゃあ行こうか。魔法を、はい、くらえ！くらえ！で、はい。おー、最強クラスすぎる魔法だろ、これ。で、これでよかったんだな。あ、別に買わなくても、いい盾ゲットしたからいいや、みたいなね。ステージ19、虫取り大会。いや、でも、なんか今回俺、めちゃくちゃミスってる気がする。いや、今回難しいわ。で、あ、蜂の巣はまずいでしょ？あ、やべえ。いや、やばい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 。これ、うかつに触っちゃいけないんだよな。虫が引っかかったんじゃなくて人間引っかかってるもんな。あ、これ虫かご取れるから、これハケ持ってるんだよな。なんか、ハケで、なんか、あ、蜂蜜ハケで取れるわ。あ、で、これ塗ればいいのか。はい。あ、いいじゃん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 。あ、これで、はい。どうだこれ虫かごで取れない？これで。はい。あ、虫かごに入れて、はい。すげえ、コーカサスオオカブト捕まえちゃったけど。あ、やばいやばい、どんどん来るじゃん。ちょっと取りすぎたわ。え、これ取りすぎとかあんの？おい、やばい、なんかモザイクかかってるしな。え、これ塗るまでは多分合ってるんだけど、こっからなんだよな。なんか虫かご友達にあげるとか、じゃないか。え、虫かごでも入らないんだよね。あ、待って一匹で取れたわ。あー、なるほど。で、これ、高火殺だけ取ったんだ。ステージ20、8月31日。まあ、夏休みの最終日ってことだろうな。
あ、コーカサスいるね。いや、スイッチやってるね。多分何にも終わってないんだろうな。だから、あ、何も終わってねえわ。何やってんだ、マジでこれ。あー、え、でも漢字テストむずいな。ただ、あ、ランドセル。ん?やばい。これもう詰めるか。いや、さすがにそういうわけにはいかないので、コーカサス?コーカサスをここに置いて、あ、なんか、手が止まった。いいぞ。これで、この勉強するように仕向けるのか。いや、待て、お前の力なら、時を巻き戻せるとか。いや、ないな。いや、これ外?あ、や、やばい。あ、没収フォルダーある。没収フォルダーにまた没収されるわ。いや、これは、分かったわ。お母さんがいるってことは、勉強してる風に見せかければいいってことだ。そう、それはもう学んでる。で、このね、うん、ランドセルがね、いかにも不思議なんだが、これ鉛筆持たせる。で、あ、コーカサス書いてる。ああ、絵日記で書いてる。まがまがしい。あ、なんか遊戯王でこういうやついたよな。あ、やばい。止めろ。あ、止まんない!しまった!俺は飛んでもらう。いや、これ、いいぞ。いや、これから、まだなんか、やらなきゃいけないっぽい。やばい。もう動かない。これ、お母さん呼ぶエンドしかないのか。お母さんに、はい、どうだ?これで、あ、いいんだ。あ、で、没収フォルダが取れるようになるのか。こっからまだあったか。はい、携帯、やばい。待って、残りの器具が怖すぎるんだけど。まあ、これで携帯を持たせて、一面、宿題見せ合おうぜ。いいね。スタンプまでもちょっと怖いわ。で、何もやってねえじゃんって。あ、いやでも、これはこれでコーカサスの絵を見せてるんだ。いや、参考にならないだろ、絶対に。ステージ21、サイコデリバリー。いや、俺さ、ウーバーイーツとかよく頼むからさ、こういうやついたら怖いなっていうのが来そうだな。あ、マックだ。待て。これは、サイコデリバリーって書いてある。なんか、はい、1。あ、これ、多分号室がまだ分かってないんだな。あ、1と5が分かったけど、このさ、1の、あれ見てみて。これ、なんかどっちともギザギザついてるじゃん。多分これ真ん中なんだよね。だからなんとか1、5、号室だと思うんだよね。なので、あ、間違えた。なので、これは、あ、こっち側か。あー、いける。あ、これ、0!なので、0、0、1、5、号室?いや、違うな、これ、10階とかじゃないか?もしかしたら。だから、なんかある !20 階だ!あー、21階!ほら。めっちゃあれだな、高層ビルだったんだな、ここ。なんで、これを渡して、21階に行って、さあ、届けに行け。大丈夫かこれ?エレベーター無事着くか?よし、着いた。で、うん、これでいいんだよな。親友じゃん!あ、腹減ってる。あ、いいやつ!多分これ、ああ!一緒に飯食ってる!この親友そんなにボンボンだったんだな。てか、ステージ22、たくさんお食べ。あ、これワンコそばだな。え、これの最高はなんだ?はい。ワンコそば町内大会。あ、やばいな。そっち側か。渡す側になってんのか。それは良くないわ。はい。タバスコ?え?待て!犬だ!犬に、え、タバスコ?違うよな。なんか取れるのが、ないかな。いや、このままワンコそばを渡してはいけない。いや、でもこれタバスコ絶対いい方向にはいかない。どれも。待って、これは。あ、これ皿取れるのか。これ、ワンコそばじゃなくて、ワンコそばだった。ワンコにそばあげるイベントこれ。でもそばあげられないなぁ。あ、なんか起きせた。あ、これで、あれか、二人にあげれるんだ。で、そしたら、ちょうどいいペースで親友も食えると。あ、5000円もらってる。ステージ23、やりすぎハロウィン。いや、そろそろハロウィンだな。さあ、でも多分仮装しすぎてる。いや、そうでもないな。え?いや、こっからとんでもない仮装にするんじゃないか。ハロウィンって書いてあるね。よく、そんなね、しょぼい仮装じゃ、盛り上がらないよ。見せてやるよ、本物の仮装ってやつを。おわ、ゾンビ出てきた。親友!ちょ待って。やばい。親友なんか襲われちゃ、ちょ待って。やばい。あー!これででも俺も、ゾンビってことだな。ダメだ。あ、待って、枝折れるぞ、これ。はい。枝折って、で、
どうすりゃいいんだ？これ、枝、はい。あ、雲のそれた。で、ここに貼り付けんのか？はい。あ、いや、そういうわけではないわ。はい。蜘蛛の巣いる人。いや、この蜘蛛の巣で、このゾンビを止める的な感じなんじゃないかな。はい。いでよ、親友。はい。止めた。あ、服、もらって、ああ、恥ずかしくてまた隠れちゃった。で、この汚い服着てけば。これで、いいのか、仮装。いや、これ、もしかしたら、ダメだ。別のことをするんじゃないかな。窓。これ、あ、服を洗えるわ。これで洗って、で、これ多分ね、元の仮装が結構、これがね、やりすぎてるやつだと思うんだよ。だからこれで、普通の格好すればいいんじゃない？はい。あー、よかったよかった。これでよかったんだ。もう、マジの仮装をするんじゃなくて、もうちょっとマシにするんだったな。さあ、24ステージ目、メリクリサイコ。うわ、そのサイコめっちゃ気になるわ。どういう感じでサイコだ。あー、これいくらでもサイコになれるな。いいぞ、もっと邪魔しろ。いや、この写真あるじゃん。じゃなくて左上の写真撮るとか。どう？あ、全然ちげえわ。え、わかんな。ちょっと待って、いけー。いいねー、それ見たかったわ。いや、でもなんか違うやり方があるってことは、いや、この左上のカメラワンチャンあると思うけど、え、あ、あ、はい、あ、ポーズ変えてるわ。何のポーズが一番、あ、待って、スマホがある。待って、ここ、ほら、あー、別の女だ。おいおい、え、髪染めただけか。いや、違うな。大好物だぞ、最高。さあ、もしもし。やばい、これ多分サイコッケが発動してる。さあ、ダメなのか。ダメなんだ。携帯渡すとこいつが電話しちゃうからだ。違う、渡す相手が間違っていた。この女の子の方だ。はい、よし、写真。これダメなんだ。まあ、こっからやること、あ、待って、バックか。あ、うわー。ダブル不倫だ。おい、なんだこれ。おい、あー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 あああああ、しゃーね。じゃあ一緒に、あ、待って、こいつ見たことある。これさ、かつてのさ、なんかシャイボーイとかの主人公に似てない？バシャ。え、あ、違う、あれだ、ボッチのやつだ。俺が友達になってあげると。よかったね、今回は。さあ、そして、25ステージ目、我が物回転寿司。まあ、この題名はめちゃくちゃヒントだから、多分今、我が物にするんだよね。何もしないと我が物にしちゃうから、我が物にしないようにしないと。あ、待って。やばい。あ、やばい。やばい。あ、お茶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 だ、お茶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 。待って。ごめん。ごめん。お茶お茶お茶。で、これで、あちー！あ、やべえ、やっちゃった。いや、これは、これなんかさ、一個さ、木の板埋まってないところあるじゃん。あ、待って、何？特選海鮮丼？待って、なんか取れないか。特選海鮮丼は、あ、待って、これ、作り出すのか。エビ、マグロ、待って、エビでしょ？マグロも頼んで、はい、これで、マグロでしょ？エビ、マグロ、イクラと、あと、イカかな？で、俺が作り出してあげる。いや、絶対、あ、この残りの1枚の札が、イカなんだな、きっと。あ、待って、ここ、あったぞ。これ、イカなんじゃね？どうだ？はい。で、これ、あ、ほら、イカだ！これで、イカをもらえば、特選海鮮丼になるんじゃないか？はい。これで、どうだ？これを、頼める？頼めないか？あ、なんか、あ、あ、大葉も必要だったんだ。はい。これをあげるよ、親友。このためだったんだ。あ、あ、なんかしないといけないのか。いや、この海鮮丼を直接あげる的な。はい、これで、あ、こうすれば、あー、寿司が届くようになるわ。はー、あげる人を間違えてたわ。で、これでクリアだな。よかったよかった。さあ、もう結構終盤になってきたね。26ステージ目、泥棒 VS サイコ。いい勝負しそうでおもろいな。
さあ、どんな感じだ？はい、あ、泥棒入ってきた。これどうする？いや、起きてるし。いや、全然起きてるって。あ、え？あ、こっから、あー、なんかこれさ、外に UFO あるから、あ、なんだ、あ、コントローラー電池を入れなきゃいけないっぽいね。なんで、どっかに電池、あった。この電池を、この後ろに入れて、いや、これ一筋縄ではいかないから。これなんか怪しくね？いや、テレビは違うか。このスイッチのコント、あ、スイッチ動いた。あ、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 あー手際よ。これどうやら、このコントローラー上向きにして、電池入れると、UFO 起動するね。で、こっから、どうするんだ？あ、いや、あ、UFO だっつって、あ、なんだこれ。え？縄？あ、で、拘束すんのか。早い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 、さっきの包帯みたいに、こいつ巻くのめっちゃ早いな。で、電話で呼ぶのか。あー！いや、あのね、めちゃくちゃ難しくなってる。お母さんももっと驚いていいと思うよ。でも。あー、サイコって名前なんだ。まあこれでまあ無事クリア。あと、いや、なんかね、一筋縄ではいかない、本当に。27ルール無用の鬼ごっこ。いや、どんな鬼ごっこなんだそれは一体。誰が、あー、サイコが鬼ね。縄跳びでしょ。いや、タクシー使う説あるな。いや、ただおっと、あれ、ここ開くのか。いや、で、一応こっち行って、あ、なんかある、100円。で、いや、こいつの持ち物なんだ？いや、これさ、この風船の奥側にいる人めっちゃ気になるわ。あー、頭の色に合った風船。いや、それぞれの色に合った風船をあげるんだ。で、君は、はい。え？これ、あー！おじいさんが取れた！おじいさんアイテム化しちゃったよ。で、どうするんだ？どうも。鬼？おじいさん鬼に仕上がった！スペシャル最高じゃね？これ。いや、でも間違いなく、おじいさんをアイテム化するのは合ってる。おじいさんをどうするかなんだよね。これで、いや、おじいさんをこの中に入れるはないな。タクシーじゃないかな。ほら！で、何か変わるはず！レモネード！あ、レモネード100円で買える！はい。いけ。で、レモネード買って、どうなるんだ。あ、鬼ごっこをしないとどう、ダメだよな。いや、レモネードの人に100円。あ、いや、これで、はい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 、そういう選択ができるようになるのか。レモネードをあげるんじゃない。はい、ほら。で、あ、今、あ、おじさーん。あ、これで鬼のふりをするんだ。あ、違う。鬼じゃなくて、ウサギのふりをして、タッチしに行くんだ。あー、いや、ほんとね、いつもの、裏の裏ぐらいを取ってるわ。よかった、丸く収まって。いや、ほんとに難しい。だからこそ、ノーミスでクリアしたいよな。来た！ 28 ステージ、空想の友達、2。え？さらに、あ、音楽怖っ。だから、おい、なんだその空間。え？鬼だって言われてるね。また鬼ごっこするのか。どちら？あ、これクラスの女の子だね。あ、友達。どうすりゃいいんだ。こんにちは。で、何？話してる。絵を描いてもらうのか？あれ？いなくなっちゃった。あれ？めっちゃうまいのに。え？あ、閉じ込められた？え？怖っ。なあ、左のクラスメイトがおかしくなっちゃったんだ。親友たち、俺を、助けてくれないか。あ、なに？あー！え？なんだこの、ゲーム。やばい、急に、怖い空間にたどり着いたんだけど。なんか自分持ってない？あ、なに？あ、なんかある！あーあーああ、空想の友達が出てきて、ここでは終わらないんだよ。ああ、こいつを探すんだ。え、帰ってきた。
ああ、寝てたんだ。ああ、さっきと同じシチュエーション。ああ、よかった。あ、空想の友達と喜んでるわ。あ、単純だったけど、いや、むずいね。なんか選択肢が多すぎて、よくわかんなかったわ。よし、これでクリアと。さあ、ステージ29。ほろ苦バレンタイン。え？これもしかして、さっきのクラスメートじゃないか？はい。ミルクチョコ。あー、またクッキングのお時間ですか。一回やったら俺は学ぶと思ったんだが、おい、冷蔵庫に何もないじゃないか。え、待って、このハート型と、待って。なんだこれ？虫眼鏡？いや、これね、あげちゃダメだ。絶対に。だから、ん？あ、これを見るんだ。ほう、ミルク 80%、カカオ 20%。え？移動できるわ。え？え？いや、でも、なんか白いやつの方が苦味が少なそうだよね。てか、あれがないんだよね、具材が。あ、ここ？なんか隠れてる？これ？あ、ハートの型取れた！これを、はい。いや、2個になったんだけど、あ、はい、はい、あ、なに？なに？なんで黒くなった？あれ？何ね、その、はしょられた工程で何があったか、うわまがまがしすぎる。最初は白かったじゃん。逆にこれだけ黒いやつだったら、さっきのやつとちょっと似てるっていうこと？いや、まあ、よくわかんないんだけど。はい。これダークチョコどうだ？うん。これ、だってね、黒いし、さすがにやりすぎ？え？あ、いいの？え？いいの？え？本当にこれでいいの？ええー、全然俺も、あ、終わったんだなって思ってたら。あれ、一応成功してるんだね。さあ、そして、ステージ30。最高の日。いいじゃん。なんだかんだハッピーエンドにつながるやつね。まあ、でも結局、今回主人公一回も表情変えなかったけどね。ずっとニコニコしてた。ハッピーバースデー。待て。あれ、親友がいないぞ。こんなか。はい、マッチ。いや、マッチ危ない。サイコパスにマッチ危ないぞ、一番。なんか後ろのハッピーバースデー取れる？いや、取れないか。これ主人公タップしたら終わるタイプ。あ、なんか取れた。画鋲？で、風船割るんじゃね？はい。パンパンパン。あ、で、また画鋲使えるから、はい。お！親友！やっぱ、いないと思ったぜ。あ、あ、花火やろうとしてる。だが、これマッチあげれば、つけられるってなって、おぉ！花火上がってすげえ！おい、粋な計らいすぎね？どんだけ大規模な花火してんの？あー顔映った！やっぱボンボンだからな、この親友のうちは。おい、いいやつすぎかよ。え、待って、これでなんか行動しなきゃいけないってやつ？いや、いいよね！わーいい！めっちゃいい終わり方！と思うじゃん。なんと、ラストステージあります。30の次、ステージエンド。サイコ店へご案内。え？やばそう。ああ、大人になった。あ、芸術家になったんだ。ま、なんか、ちょっと、独特な感性の持ち主だから、こういう芸術とか向いてそうだよね。この絵の具が欲しいと。スポイトでしょ？なんか他に、ないかなぁ。あ、これで空の色を取れるみたいな。ほら！え、すげえ！なんでそう思ったんだ？やるよ！ほら、最高！いや、怖い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 。いや、確かに独特なんだけど、あ、クラスメイト、なんか汗かいてる。黄緑だから、これじゃない？この葉っぱの色じゃない？こっちの緑はちょっと暗い色だよな。はい。どうだ？はい。どうだ？これが欲しかったんだろ？いや、これクラスメイトの絵じゃん。さあ、そして、あ、親友2じゃん！そして、最後に、待って、ピンクはどっから撮るんだ？と思ったが、こっからなんじゃないのか。ちげえわ。てか、顎尖りすぎだろ、これ。え、ピンクどこ？いや、取れないなあ、でもこれなんか、どこ、あ、なんか、水があったぞ。これを育てて花を咲かせるんだ。で、はい、チューリップになったなぁ。で、この花から色を抽出したいけど、はい、できた。親友はどんな顔で描かれるんだろうな。もうとびっきりかっこよく描いてくれよ。はい。
え、でも、なんか芸術って感じがしていいな。かっこよくなってんな。いいじゃん。 Thank you for playing! 終わった、クリア。なんか、あの、このボーイ系の中でトップクラスになんか好きだったわ。さあ、てことで全部クリアしたね。いや、今回さ、俺なんかいつもよりめっちゃミスってたな。え、これ、俺ちょっと素質あるってこと？